大苦戦でした。で、Google アーバンデータチャレンジ来年。アーバンデータチャレンジ。様子見はい。はい、ネットメモのアーバンデータチャレンジです。アーバンデータチャレンジは地域課題の解決を目的とした地方自治体に中心とする公共データを活用した年間のイベント開催を求める一般参加型コンテストなのだ。 UAC で何？アーバンデータチャレンジは地域課題の解決を目的ということで始まりましたが、皆さん遠いところからお越しいただきましてありがとうございます。アーバンデータチャレンジ2017の全体イベントということで、これから6時まで長丁場になりますけれども、盛り上がっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。司会の交代で、やりたいと思ってますけども、実は前座が、プログラムなかったので、急遽、今司会をしております、東京大学空間情報科学研究センターで、アーバンデータチャレンジ事務局の瀬戸と申します。今日一日よろしくお願いいたします。早速、Google フォームからですね、マイクを入れましたので、今日 の開催にあたってですね、いろいろな、点で準備もいただきました、拠点代表ということで、子ども金さん、福島さんに、ご挨拶いただきたいと思います。では、福島さんに準備をお願いします。皆さんこんにちは。一般社団法人行動法人の福島と申します。そうしましたら僭越ながら開会挨拶の方を、簡単に閲覧させていただきたいと思います。まずですね、今日は、40拠点のうち30ぐらいですかね、30拠点の方々をはじめとして全国から、金沢の方に来られていると思います。石川ブロックの、石川ブロックですが広いですが、金沢の方にようこそ来てくださいました。ありがとうございます。石川ブロックっていうと、いつもこういう写真を撮らせてもらってるんですが、今日ここに何しに来たのか何しに来たんだろうと思うと、なんかこういうものを持ってやってきた方が多いんじゃないかと思ったりしてます。今晩何食べようかな思ってる方々も多いかと思いますが、今日そんなことを目当てで来たわけではありません。私たちにはですね、もっと大事なことがあります。大事なことというのは、もちろんアーバンデータチャレンジ2017ですね。で、いつもはですね、このアーバンデータチャレンジ2017、ちょっと会場の一番いい写真ちょっと撮ってなかったのであれなんですけど、いつもはとても素敵な、来られてる方はお分かりのように素敵な東大の駒場キャンパスの方で、参加させていただいております。
でも、まあ、この度、今年の 3月の、去年の昨年度の、アーバンデータチャレンジの方で、石川ブロックとしてベスト地域拠点賞を、いただいたということで、この度中間報告シンポジウムを石川県で、開催をさせていただくという権利をいただきました。でこの時は、ベスト地域拠点賞と一緒にですね、アーバンデータチャレンジをきっかけとして生まれたもともとアーバンという子育て系のアプリの方も、アクティビティ賞という金賞を、いただいたり、もうして、まあ、ダブル受賞で非常にありがたかったなと思ってます。であと、このアーバンデータチャレンジ今日のこの場も、この金沢組の方は、運営チームみたいなのを作って、準備をしていたんですが、まあ、この主に3名と、もう一人、いらっしゃるんですが、4人で、作ってまいりました。で、アーバンデータチャレンジの、魅力っていうと、私がいつも思っているのはですね、ここにも挙げさせていただいた通りに、全国のこう地域拠点が活用して、集まって、交流できるところじゃないかなと思っています。まあ、たくさんの、今回だと40拠点ありますが、40もの拠点が集まってですね、各地域でそれぞれの、様々な活動をして、それぞれの多分悩みとか、こういうふうにやってみたいという考えとか、そういったものを共有をできることで、自分たちの地域を見つめ直したり、また発展させたりということができるんじゃないかというふうに思っています。まあ、そういったのを、こういう場で、まあ、今日のような場でですね、話し合っていけるのが非常に魅力のあるところじゃないかと思っています。で、高等法金沢なんですが、石川ブロックの地域拠点コーディネーターとして、活動しています。ちょっと簡単にですね、ご紹介しますと、2013年の5月に、私も入れて9人で最初設立をしました。で、ポートフォーという名前のコミュニティとしては日本で最初初めてでして、まあ、その後一般社団法人を得て、今は100人ぐらいで活動しています。で、ポートフォー金沢という、金沢という名称がついてますが、石川県を全域としてカバーしていると、そんなところです。で、一期から、コードフォー金沢はアーバンデータチャレンジに参加させてもらってるんですが、今年がまあ4期目ですので、4年目になりますが、まあ、過去3年間いろんな活動をしてきました。全部話してるので時間足りないので、簡単に写真3枚だけで説明してますが、まあ、雪たくさん降りますし、この時期ちょうど今からですが、雪が積もってなかなか交通麻痺になったりするというのもたまにあります。でもそういった時にも現金発火損をしたりですね、電車の中で相手を損したり、メンバーの誕生日は UDC のカップケーキを作って、お祝いをしたりとか、まあ、そういうふうなことをしながら、3年間いろんなアイデア損発火損をしていろんな地域課題の解決をやってまいりました。あとこれ何度も話しているんですが、アーバンデータチャレンジの2015をきっかけに出会ってですね、今年めでたく結婚されたカップルの方もいます。でいつも言ってます、アーバンデータチャレンジはモテるんだと、はい、非常に出会いの場として有効なんじゃないかなと思ってます。で、まあ、高等金沢はちょうど設立して2年目からアーバンデータチャレンジに参加しているということもあって、本当にまさにアーバンデータチャレンジのおかげで育ってきたというような感じがあります。このアーバンデータチャレンジを通して、いろんなアイデア層もやったりとか、発火層もやったりだとか、そういったことをやって、この金沢の活動の幅も広がりましたし、まあ、人数もどんどん増えていって、まあ、今に至るという形になっています。まあ、そういう意味ではベスト地域拠点賞をいただいて、初の地方開催ということで、この石川県を選んでいただけたというのは非常に、感謝しておりますし、ありがたいなと思っています。この場からの分析も先生はじめ、事務局の皆様に本当にありがとうございます。で、今日これは、金沢組の方でも、できたことを本当に良かったなと思ってますので、私はあまり活動できてないんですが、運営チームの皆さんには本当に感謝しています。はい。で、最初は食べ物を、移しましたが、
もちろん金沢食べ物だけではありません。まあ、もう今日、朝もう行ってきたという方もいらっしゃったりしましたが、21世紀美術館をはじめとしてですね、いろんな、観光地がありますので、ぜひ、今日、もう一杯はこのアーバンデータチャレンジ、頑張っていただいて交流をして、交流をいっぱいした後はですね、ふるさとこう新しさのこう両方を、合わせ持っている金沢の方を、あと時間もありましたら能登とか加賀とか滋賀県の他の地域の方を見ていただいて、ぜひ堪能していてもらえたらなと思います。今日は一日では金沢の方でよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では続きまして、アーバンデータチャレンジ、2017ということでですね、今日は本当に全国各地から皆さんに集まっていただきました。もちろん、アーバンデータチャレンジで普段活動されている以外のですね、一般の方も多数ご参加をいただいております。そういう意味でですね、このアーバンデータチャレンジの取り組み、今までどういうことをやってきたのかについて、アーバンデータチャレンジ2017の紹介ということでですね、東京大学生産技術研究所の、関本先生より、いただきたいと思いますが、ちょっと設定をします。皆さん、こんにちは。UGC2017 の中間シンポジウム、先ほど福島さんから説明いただいた通り、毎回東京で今までやってたんですが、今回初めて地方開催で、去年地方拠点所に来られた地下ブロックのここで開催できるようになると大変嬉しいです。前々からずっとこういうのをやりたかったんですが、なかなか準備との時間がかかったので、今回、2013から数えると5回目くらいになるんですが、5回目でようやくできるようになったことは皆さん感謝をします。今日そういう意味でですね、我々、拠点のメンバーは全国から集まっていただいて、大変面白いんですが、その反面、今日北陸からいらっしゃる方、どれぐらいいらっしゃいますか？北陸県からいらっしゃる方。ありがとうございます。半分から3分の1ぐらい、地元の方からもいらっしゃっているので、ありがとうございます。普段なかなか東京ばっかりでやってると来れないとか、そういうこともあると思いますので、そういう意味で、ぜひですね、アーバンデータチャレンジの熱量ですかね、そういうのを地域にお伝えしたいと思ってたので、大変ありがたいなと思っております。ここから今までも何回か説明してるんですが、アーバンデータチャレンジってどんなのなのという方がいらっしゃると思うので、少し簡単に説明をしたいと思います。行われる中でも、Twitter とか YouTube 等でいろいろライブでもコメント等もちろん受け付けていますし、流れていると思いますので、ぜひご覧になってみてください。私自身はですね、もともと都市情報とか、そういうのを工学とか、土木、都市とか、そういう観点で普段やることが多いんですが、そんな研究室をこの場でやっております。で、普段はもちろんそういうなんか論文どうやって書くかとか、研究するかどうやってするかとか、学生とどうやるかとか、そういうことがほぼ鼻に占めてるんですが、やっぱり今その反面、社会の役にも立つとか、立てるにはどうすればいいかとか、社会の問題をどう解決し
ステッカーとかっていうのはやっぱりまあ半分ぐらい軸足を置きたくて、でそういう意味で、そうですね、当時例えば2013年の時点というのは、まあ、オープンデータもちょっと始まりつつあって、ハッカソンとかアイデアソンも少し出てきたくらいだったんですが、まあ、そういう技術的な情報技術的なこと、まあ、皆さん多分今日どうですかね、7割8割ぐらいの方は情報関係の方多いんじゃないかと思いますが、まあ、そういうのがどんどん技術進む一方で、街の課題とかを持ってらっしゃる漁業とか、まあ、産業の方だったらまだなかなか結びつけてないんじゃないかっていう思いが、まあ、当時ありまして、まあ、なんとかそういうのがこう、まあ、つながるような、まあ、コミュニティ形成みたいなのができていければというふうに思ってました。そういう意味で、データの力を街の力へみたいな形で標本を作って、まあ、進めていたというわけです。で、実際にはやっぱりまあコンテストとか、まあ、賞金が出るようなコンテストもあったりしないとか、なかなかこう分かりにくいという側面もありますので、まあ、そういう毎年年度末に応募して、いろいろ応募していただいて、まあ、表彰するみたいなものをやっているわけですが、まあ、ただ毎年そのイベントやるだけ、コンテストやるだけっていうのは結構まあ無責任かなっていう思いもかなりございまして、まあ、そういう意味で、まあ、地域のその拠点のコミュニティをまあいかに育てていくかというか、まあ、僕が育てるわけじゃないので、まあ、皆さんと一緒にどう育っていくかとか、あとまあ地域同士の交流って意外とやっぱり刺激を受けたり、参考事例になることが多々あるので、まあ、そういう交流を横の交流をいかに生んでいくかとか、まあ、そういうことをかなり大事に考えていまして、まあ、そういう意味で、そういう地域拠点のコミュニティ形成の支援、もちろん費用的なものを含めてなんですが、まあ、そういうもの費用とか人材派遣とかですね、まあ、そういうのを含めて両輪でやっていこうというふうに思ったりしました。で、せっかくなんで、ビデオを作っていただいているので、簡単に。
まあ、そんな感じで去年の活動になりました。で、まあ、これら去年の受賞作品で、あの別に大学から一般の、この広報関係の方だったり、あるいは市役所の方であったり、まあ、いろいろ多彩でありましたし、実際にこれ毎回実は説明してるんですが、2013年から始まってアプリで金賞とか銀賞とかそういういろいろ取っていったものはですね、その後結構いろいろなムーブメントの中にも与えておりまして、まあ、そういう意味ではぜひコンテストの方では金賞銀賞を目指していっていただきたいなというふうに思っています。で、去年から、まあ、そういうわけで地域の方の拠点賞作品だけではなくて地域の拠点の活動そのものを評価するものを設置させていただきまして、まあ、今回、タク、石川ブロックの金沢でさせていただけるということになったわけです。で、まあ、冒頭、データの力を街の力へという形で、まあ、いろいろ目標を設定してやってきたわけですが、まあ、結構、ただただ機械的に増やしていくのも、実際には難しいので、まあ、結構いろんな努力を運営側としてはやっていて、まあ、やっぱり結構まあ我々も楽しみながらやりつつ、いろいろ形もどん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 変えて、まあ、工夫をしていって、そのモチベーションを保つみたいなことも、まあ、かなり大事なことかなというふうに思っています。で多分オープンデータの制作、今日山田さんもいらっしゃっているので、いろいろお話しいただけると思うんですが、まだオープンデータやってる自治体って多分300とか、それぐらいすぎなくて、まあ、1800分の300ってそんなに2割とか、それぐらいじゃないかっていうレベルで、やっぱり、まあ、まだ全津々浦々にシビックテックが普及するっていうのには、とまだ時間がかかると思うので、ぜひそれがですね、こうあんまり短期間で頑張りすぎると、その後もこうまたトーンが下がってしまうので、こうゆっくり中長期的に盛り上がっていく、まあ、そこが上がって、そこが上げてもなされていくみたいなことが大事かなというふうに考えています。で、まあ、そうか言ってもですね、そのシビテックもそのボトムアップ的にオープンデータがやればなんか全て解決するのかみたいなのも、まあ、だんだん熟成していくとあるのかななんていうふうに思っていて、まあ、そろそろ少しこう市民へのサービスとか、まあ、そういうのに直結するような少しアウトカムも、出していった方がいいのかななんていうふうなのを考えて、も判明します。まあ、そういう意味でオープンデータにとどまらず、まあ、いろんな公益のサービスに資するような、まあ、システムとかそういうのをみんなで使って市民で盛り上げていくみたいなのが、まあ、次の効率的なシビックテックなんだろうというふうに思ってます。で、まあ、これも総務省、例えば総務省にしても、民間のクラウドとか、まあ、いろいろ活用して自治体が連携して使っていきましょうみたいなことなんかも、まあ、もちろん言っているわけですね。で、まあ、こちら若干宣伝になってしまいますが、まあ、結局ですね、もう2014年のこのアバデンチャレンジに事務所を取らせていただいたマイシティフォーキャストも、まあ、我々としても研究で作っておしまいというわけではなくて、まあ、結構地道にこれはいろんな指標をオープンデータ使って今現在2015年16年と将来30年後40年後どう変わるかっていうのを、まあ、指標と地図で可視化しているものなのですが全自治体に公表しているものですが、まあ、それ以降いろんな自治体でワークショップなどもやって、まあ、少しずつ直したり、まあ市民の方に将来の街づくり、都市計画、どういうものなのっていうのを知っていってもらったり、自ら将来の街づくりを考えてもらうみたいなことをしてもらったりしています。で、あとですね、もう一つ、
さっきのマイシティポッドキャストなんですが、今マイシティレポートっていうのをやっていまして、千葉レポって皆さんよくご存知の方結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、市民があのインフラの不具合を写真で投稿できて、市の方が確認あのしたらこう写真と一緒に通常で公開したり、その後あの道の穴を直したりとかっていうんだったら、街頭の役所の方が、市民に返事をするみたいなシステムが、まあ、育ってきてはいるんですが、まあ、その一方であのいろんな自治体でいろんな似たシステムを導入してそれぞれが、まあ、うまく回ればいいんですが、まあ、結構途中で予算や担当者の熱意が尽きるともう少しもう使えなくなって政策として本当はいい政策なんだけどあんまりあの町内ではいいイメージがないままなんとなくはあの中途半端に終わってしまうみたいなのもあるのかななんて思って、まあ、そういうのがぜひあの全国でうまく使えるようにみたいな形で、まあ、千葉さんとも連携して千葉レポっていうとなかなか他の自治体が採用しにくいのでハンデントラルな、まあ、マイシティレポートっていう名前にして、まあ、やったりですとかあとは、まあ、あの行政の方だけではなくて、行政市民側が頑張るだけではなくて、そういう普段、行政側が道路パトロール車とか、そういうのもいろいろ乗せて走ってるんですが、まあ、そういう普段の行政で取っているような情報から自動的に AI に使って検出するとか、そういう技術なんかは大学側からいろいろ提供したりして、まあ、進めています。ので、まあ、これもなかなか、まだ5、6の自治体ぐらいで、まあ、共同で実証実験を進めてるぐらいなんですが、ぜひ、10、いや、数十ぐらいの自治体で、まあ、ご展開したいと思ってますので、ぜひこういうところ、まあ、みんなでそれぞれソフトを作るのは、それはそれで面白いですし、まあ、皆さん、お歩調を合わせて、こう全国の拠点の、こう、威力っていうんですかね、まあ、それでもうまく束ねて、社会に対してインパクトを与えるみたいなことも、やっていけるといいかなと。でまあ、そういうわけで、今年40拠点めでたくなりましたので、まあ、こんなふうにちゃんとかなり色がつけられるようになってまいりました。ついでに西日本が今年からはもうコンプリートになっていましてこれについてはかなり成功と程がはっきりしたような感じになってますので、まあ、ぜひ来年最後、東側頑張っていきたいと思います。で、まあ、これは、ね、今、責任を持って全国をつなぐシステムを作りたいと思ってますし、この辺の拠点をお願いしたいと思っておりますし、今年は、12月26日がエントリーの締め切りで、1月26日が作品の締め切りということで、そんなふうに賞金の選定もしてます。まあ、最後、後半。最後の頃に事務局の方から応募要領とかの細かい説明をさせていただきますが、去年設置したアクティビティ部門は、結構応募も多かったこともありますし、ソフトを作るだけじゃなくてですね、そういうのをじゃあ実際にいろんなコミュニティに適用したり、横展開していくことってとっても大事だし、最後の大事な局面だよねっていうので、ここ、かなり今年は、重きを置いて、賞金も多めに、設定したりするようにしましたので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。あと、各自治体とか業界の方からも、まあ、特別賞ということで、毎年いろんなスポンサリング、特産品含めてですね、受け付けておりますので、今からもまだ間に合いますので、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、そういう感じで、県の拠点の設定や、まあ、活動支援の、ご紹介もしていますし、まあ、今日もこんなふうに、スペースでは、特産品の持ち寄りと、まあ、ライトニングトークとかもあると思いますが、ぜひぜひ楽しんでいっていただければと思います。であと実行委員はですね、毎年規模が大きくなっていくので、こう少しずつ支援の方を、ね、増やしてというか、無理やりいろんな人を連れてきてお願いしてるという状態なんです
が、多くの方々に、活動などいただいて、大変ありがたいところです。あと、直接的には、データのスポンサーとか、あと資金的なスポンサーなんかも、いただいたりしています。はい。長くなってしまいましたが、特に、今日、金沢では、これ以降こんな感じで進めていきたいと思いますので、どうもよろしくお願いします。ありがとうございました。そのためにもそんな思いを持って
ワイワイガヤガヤしながら、またいろんなセミナーを開いたり活動をしたりするようなスペース、後からまたご覧いただければと思いますけれども、これなかなか優れものとですね、ここだったらよくわからないかもしれませんけれども、実はつい、2年ほど前に、閉校となった小学校がありますけれども、その小学校はですね、もう古い小学校でした。でその備品を活用していこうということでですね、皆さん左にあるのはですね、下駄箱ですよ、子供の下駄箱はですね、これいい、うまいこと書類入れになってるんです。いろんな案内の書類があって、それを持ってきるようになったりとかですね、左上が図画工作室にあったですね、図工室にあったもう傷だらけの机をこういうところに置いたらですね、ちょっとアンティークないい感じなんです。多分これこそクリエイターのセンスではないかというふうに思いますけれども、そんなことを踏まえながら、いろんなアイデアを出しながら、これは新しい生み出す力が踏み出す場と書いてありますけれども、まさにそんな場を作って新しい価値を創造する、その拠点になっていけばなという、遠大な思いを持ちながら取り組んでいるところでありまして、嬉しいことにですね、本当に多くの皆さんがご利用をいただいています。ここでコードフォー金沢や IT ザックバランカの写真載ってますけれども、それ以外でもですね、プログラミング教育のために東京の会社に来てもらったりとか、地元の方にいろいろご協力もらったりとかしながら、これもそうですね、触れる遊ぶプログラミングであったりとか、コード道場金沢という形で、いろんな形で行っているところであります。で、次から少し政策的な話をしていきます。今ではもうオープンデータという言葉なんかチップな言葉でもありますけれども、今金沢市、皆さんからすらまだまだ遅いと思われるかもしれませんけれども、いろんな取り組みをしています。きっかけになったのはですね、僕は実は市長に平成22年の暮れになって、23年度から、いろんな活動をしていってもらうんですけれども、実はビジネスランチミーティングというのを行っています。いろんな業界の比較的若い人に集まってもらってですね、いろんな話をしながら、そこから次の施策を考えていくということを今現在も行っています。で、この写真はですね、平成24年7月に IT ベンチャー経営者の方に5名ぐらいからお集まりいただいて、いろんな思いをお聞きをいたしました。いろんな思いを聞きをして、いろんな施策を起こしていく中で、後から少し触れますけれども、僕が市長になったその年、その次の年度からスマホアプリコンテストっていうものを行っています。第1回のスマホアプリコンテストでグランプリを取った経営者の方もここにいたんですけれども、彼から言われたのは、いろいろと使える観光アプリ、観光のものを開発しようと思っていろいろ工夫をしてやってきたけれども、観光のデータで、この自分の開発するアプリに使えるようなデータがなかなか見つからなかったと、行政が持っているいろんなデータがあるので、それをオープンにしてほしいというご意見がありました。やっぱり役所ですから、すごい慎重ではありましたけれども、担当部署とも話をしましてですね、慎重に一つずつに、皆さんからすれば慎重じゃなくてスピードが遅いと思われるかもしれませんけれども、まずは平成25年1月からいろんな施設のオープンデータを公開をいたしました。で、平成26年3月からはいろんな画像のデータなんかも使っていただいていいですよ、いろんな開発をしてくださいよというふうにさせていただいています。今はよくこの写真画像だけでもなくて、イベント情報の他に地域別の人口であったりとか、ゴミ関連アプリで利用しているゴミ収集日の情報であったりとか、いろんな伝統や文化の街でもありますけれども、そんなものをオープンデータ化しているところ、いろんな皆さん使ってくださいよというふうにさせていただいています。さっきちらっと言いました、平成23年度からスマホアプリコンテストというものを行いました。あの時代なんでですね、まだ5、6年前ですけども、あの時代なんでスマホアプリってほとんど出てきたものはほとんど観光に生かすものばかりでした。まずたくさん集まりました。ありがたいことでたくさん集まったので大変失礼ではありますけれども、まず書類審査をさせていただいて、書類審査の後10ちょっと11ちょっとを1日通してですね、
二次審査はこれ今もやってますけれども公開プレゼンにしました。公開プレゼンは僕がこだわりました。なぜかどんなにいいものを作ってもどんなに便利なものを作っても僕は作った人間のパッション、思いというものが伝わってこないものなんかはうまくいくとは思いません。思いなりで公開でプレゼンをしてもらうことによって僕はその開発者の拙い言葉でいいんです。拙い言葉でもいい、慣れてないプレゼンでもいい。でもその中で限られた時間ではあるけれどもその限られた時間の中で自分がどんな思いを持ってこのアプリを開発してこんな風に利用してもらうことによって利用してくれた方がこんなに喜んでもらえる、そんな思いを持ってこのアプリを開発したんだということを伝えてもらうことが絶対に必要だという今も変わりません。その思いはだから公開プレゼンしています。公開といってもですね来るやつは関係者しかいませんけれども他人の前で自分の思いを伝えるっていうのはすごいいい経験になると思うし思いというものが伝わってきます。平成25年度からはオープンデータ部門というものを付け加えまして平成時代の流れの中で合わせていきながら平成27年度から今度はオープンデータの利用を義務化条件にいたしました。ですのでこれまではスマホアプリコンテストという名称でしたけども平成27年度からはオープンデータアプリコンテストという名称に変えました。進化しながら続けていっているところでさらに今年は進化をさせてオープンデータアプリコンテストからシビックテックコンテストという名前に変えてやっていきます。 IT でいろんなものを提案してもらいながらそれが行政サービス、市民サービスにプラスになるようなものを提案をしてくれと観光も大事だけれどもまずはそこで生活している金沢市民、石川県民ものによっては活用することによって全国どこでも活用できるようなまさに行政サービスや市民サービスに付加価値を与えるプラスにするようなそんなものを提案してくれということを今やっているところであります。全部が全部もうすでにデータ化されているわけじゃないかもしれません。アイデアだけでもいい、そんな部分なんかも設けながら取り組んでいるところであります。さっきから言っている公開プレゼンはですねあの21世紀美術館でできますので、ぜひ結果的にボツになってもですね俺は21世紀美術館でプレゼンをしたんだというだけでもきっと邪魔になると思いますので取り組んでいただければというふうに思っています。ちなみにスマホのアプリコンテストのアイデアは僕は銭湯を含めて最初に言いましたけれどもオープンデータアプリコンテストという名前や内容を書いたりだとかシビックテックコンテストに書いたのは僕じゃありません。担当部署やコードフォー金沢の皆さんをはじめ多くの皆さんがアイデアを出しながら自然に完全に僕の手を離れて、進化まさに進化させながら取り組んでいるところであります。僕が取り組んでるんじゃなくて担当部署やコードフォー金沢の皆さんを中心とした多くの市民の皆さんが進化させていっていただいているところであります。いろんなことをやっています。アプリ開発事務というものも平成26年度から行っているところでもあります。で開発塾というものも行っていますし、いろんなことを取り組んでいます。で、これは平成27年度のことですけれども、総務省が社会実験を行うと、ハッカソン町つぶぎが金沢をフィールドとして、総務省が行っていただきました。金沢を選んでいただいたことに対して心から感謝をしているところであります。いろんなテーマがありましたけれども、子育て支援と商店街支援の2つをテーマとして取り上げ、いろいろと行ってきたところであります。特にですね、子育て支援の中で、若いお母さんからですね、やっぱり子供、
ちゃいお子さんも、ちっちゃい、本当に小学生とかよりもっとちっちゃいような、いわゆる赤ちゃんと言ってもいいようなお子さんを連れた若いお母さんが街中に出てきた。ああ、そこでおむつを変えなければいけない。そんなトイレがどこにあるかは行ってみないとわからない。デパート見せても全部が全部のトイレがそんなあるわけではない。やっぱり最初から遊びに行くとき、お買い物に行くとき、お出かけするときに最初からここでこういうトイレがありますよっていうところが分かってればすごい安心して行けるというご意見なんかもありました。若いお母さんだけではありません。やっぱり女性はいろんなところ、男性でもそうかもしれませんけど、男性以上に女性はいろんなところでお出かけをするときやっぱり綺麗なトイレ、快適なトイレっていうのがやっぱりすごい気にされるというふうに思っていますし、そんなことなんかもこのネットの中で、事前に発信できないかというご意見なんかもありました。で、金沢市は今、2020年度の前に、2020年たまたま東京オリンピックがあるから2020年線引きしてますけれども、市内のいろんな市が触れるトイレというものは相当お金をかけて今きれいにしていこうというふうに思っています。若い女性や若いお母さんが安心して使えるようなトイレ、そしてそのトイレが、特に小さいお子さんがいらっしゃるおむつを替えたりするときに必要な、そんなものがどこにそういうトイレがありますよということも分かるような形で取り組みなんかもこの中でしていければなというふうに思っています。いろんな、さっきから何度も言ってますけれども、今日も共同監督は福島さんいますけれども、僕は福島さん宝だと思いますよ。金沢本当に宝だと思う。やっぱり、いくら僕が皆さんの勘違いをうまく利用してこの施策を推進していこうと思っても、やっぱりそれをこれ理解、役所だけでもう絶対できません。やっぱり民の力が絶対に必要で、民の力も必要だけども、たくさんいてくれるのも嬉しいですよ。たくさんいてくれるのも嬉しいけども、やっぱりリーダーが必要。そんな意味ではまさに、あんまり人も持ち上げすぎるわけですけども福島さんが本当にリーダーになってくれてですね、いろんなご助言も言ってくれながら、だからこれができているのも、僕は福島さんをはじめとした高等校金沢の皆さんがそんな基礎をしっかりと作ってくれたからというふうに思っています。いろんな、イベントをして、僕も時間がうまく合えばちょこっと顔を出してですね、少しでもモチベーションが、皆さんのモチベーション上がればなという思いでいます。で、これも福島さんはじめ何人かの方と話して、もう去年の今頃、大体10月、11月という時期にですね、来年度の予算というものを、予算の骨格を決めていくことになります。で、僕は繰り返しになるけれども、IT を、まさにシビックテックという発想を、もっと金沢市として、積極的に取り組んでいって、いろんな市民の皆さんに関わってもらえるようなことができないかな、なんていうことを、思いがあったりとか、また関係者の意見なんかも聞いていく中でですね、シビックテックは、ちょっと皆さんに、金券がなかったら怒られてくださいね。シビックテックは金沢だと。シビックテックのことは金沢にいてと。もうそんな風に思ってもらえるようにしたいなと。皆さん、兼六園ですね、日本三名園って言われてます。兼六園、後楽園、偕楽園が日本三名園って言われてます。でもこれはですね、法律にも書いてありません。条例にも載ってません。行政的には何の権威もありません。でもみんな日本三名園って言って兼六園を挙げてくれています。本当はですね、この兼六園もそうですけれども、高松の立井公園もね、皆さん行ったことないから行ってください。すごい公園ですよ。僕は金沢ですから、僕は兼六園ナンバーワンで言いますよ。兼六園ナンバーワンで言いますけど、金沢人ですから、金沢町ですから。でも僕は立井公園もね、ナンバーツーですよ。ナンバーワン兼六園、ナンバーツー兼六園、あれだけ立井公園だと思いますけれども、誰が行ったか分かりませんけれども、日本三名園に入ってない、残念ながら。いや、高松の市長さんはですね、いつも立林公園は兼六園と指摘するとおっしゃってるんです。僕もその通りだというふうに言いますけど、
名園の中に入っているのは後楽園、偕楽園、じゃあ後楽園、偕楽園って素晴らしいんですよ。それと同じで行った分町なんですよ。これ行った分町、行って実績を作った分町というところもあるんで、僕は、まあ、今回シビックテックサミットという表現しましたけども、とにかく、シビックテックのことは金沢だと、もうシビックテックの会には金沢に行かなくてダメなんだというふうに思ってもらえるような会をやろうぜと福島さんに言ってですね、で担当部署にも行って、まあ、ちょっと遠慮待ちに金沢してるシビックテックサミット金沢2017と書いたらですね、来年も再来年もシビックテックのことが皆さん金沢に来てよという思いで、取り組んでいます。で、でそんなことを言ってるときにですね、アーバンデータチャレンジの中間広告でしたっけ、中間なんとかで、その話が消えたんでですね、でもそれはシビックテックサミットに合わせてもらおう、なんで中間報告が11月の下旬なんだですね、皆さんも不思議に思ったかもしれませんけれども、ご理解もいただいて合わせて、させていただければというふうに思っています。今日すでにたくさんの方お越しいただいています。25日の土曜日、26日の日曜日とかけて、シビックテックについていろんな皆さんのご意見もいただきながら、まあ、僕ちょっと今話す大きくですね、シビックテックのことは金沢だと言いましたけども、それぞれの皆さんがそれぞれの町でシビックテックは俺の町だというふうに思ってもらうことがすごい大切だというふうに思っています。そんな思いを持ってもらうことが、僕はそれぞれの自治体の行政サービス、市民サービスがつながって上がっていくというふうに思いますし、皆さんの地域で開発したものが、それはそのまま金沢であったり、北海道であったり、九州であったり、使えるようなものもたくさんあるというふうに思いますので、そんなふうにして全体のレベルが上がっていけば、大変嬉しいなというふうに思っています。明日、いろいろ議論もあって、夜、琵琶湖温泉で4時とあるんですよね。僕も行きますので、それでこの戦闘、最後まで入れませんけれども、ぜひそんなざっくばらんな会議室にこもって会議するのもいいんですけれども、ざっくばらんな雰囲気の中でいろんなことを話し合っていくことが大切だというふうに思っています。ここはもう皆さんのプロですから、皆さんの方が分かるんですけど、期待というのは、まさにテクノロジーを活用しながら、市民サービス、行政サービス、市民サービス を高めていって、いろんな課題があれば解決する、もしくは解決の糸口を与えるようなことになっていけば大変嬉しいなというふうに思っています。金沢という町はですね、前半ざーっと飛ばしましたけれども、これ先輩方が作ってくれた町です。先輩方、まあ、皆さんおそらく金沢と聞いたらですね、あと2分で終わらせますけれども、金沢は歴史伝統文化学術の町だというふうに思っていただいているというふうに思います。で、僕は本当にそうだと思ってます。それは先輩方がその基礎をしっかりと作ってくれました。我々の世代はその先輩方が作ってくれた資産、歴史をしっかりと生かしていきながら新しいことに挑戦をすることによって、そこで新しいことに挑戦をすると時としてハレーションも起きるかもしれません。時として圧力が起きるかもしれません。でもその中から新しい価値というものが生まれてくる、新しい文化というものが生まれてくる、そんなものを文字通り付加価値としていくことによって、今度我々の子供や孫たちに金沢という町をつなげていかなければいけないというふうに思っています。で、今度我々の子供や孫たちがやっぱり僕らを先輩と慕ってくれてですね、慕ってもらえるような町を作らなくちゃいけませんけど、慕ってくれて、やっぱり僕らの子供や孫たちが新しいことに挑戦をして、新しい価値をつけて、さらにつなげていく。そのことが僕は持続的な発展だというふうに思っています。そんな町を作っていくことが、今日飛ばしましたけれども、僕の町づくりビジョンである世界の交流拠点都市につながっていく。そんな思いで、シビックテックに関わる皆さんと一緒に、ここは金沢ですから、ぜひ金沢のために言いたいところですけれども、それぞれ皆さんの英知を結集をして、それぞれの自治体で皆さん頑張っていただいて、一緒にいい街を作っていければと思います。ご約束の2時になりました。ご清聴いただきましてありがとうございました。
じゃあすいません、ベラベラ喋っちゃ帰りますが、すいません、またお願いします。皆さんこんにちは。山野市長のこうファッションあふれるあのお話で、私どうしようかなと次のバッターとして説明することちょっと本当不安に思ってますが、今日はあのこういう場で政府の取り組みを説明させていただく機会をいただきましてありがとうございました。私内閣官房 IT 室というところで、オープンデータの担当しております山地と申します。よろしくお願いします。私自身アーバンデータチャレンジどういうことをやられているのかっていうのを勉強するつもりで来まして、今の本当山野市長様のお話を聞いて、金沢のすごい前向きな取り組み、過去からのそのいろいろ市民の方々とその役所の方との共同でいろいろ動いているっていうのを聞いて、すごい心強く思いました。今日は政府としてどういうことをやっているかっていうのを説明させていただきたいと思います。私内閣官房 IT 室というところから来ておりますけれども、この中で IT 戦略本部という組織の存在についてご存知の方いらっしゃいますか？ありがとうございます。この一番下、ちょっと字が小さくて恐縮なんですけれども、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法、平成12年、2000年にできた法律に基づきまして、 IT 戦略本部というものが政府の中に設置されております。こちらでその政府全体の IT 戦略というものを政策を調整して推進していくという立場なんですが、その事務局にあたるのが IT 総合戦略室、私たちが所属する部署でございます。で、この法律が制定されましてからかなり経ってからですね、去年の12月に官民データ活用推進基本法というのが、議員立法、国会議員の先生方が、国会に提出する形で、この法律が制定されました。その中にですね、オープンデータに取り組むということが書かれておりまして、その関係について今日ご説明をさせていただきます。この官民データ活用推進基本法というものの中にですね、第11条というのがございまして、下側の四角で囲んであるのが具体的な条文でございますが、噛み砕いて言うと、国及び地方公共団体がオープンデータに取り組むことが義務であるということが11条第1項に書かれております。で、第2項の方にはですね、事業者、こちらは民間企業であったり独立行政法人、公益法人、そういったものを含みますが、こういう事業者が保有する官民データであって、公益の増進に資するようなものについては、国がやらなきゃいけないそのオープンデータの取り組みのようなことを取り組めるということが努力義務ということで規定をされております。で、この法律がですね、昨年の12月14日に制定公布施行されましたが、その直後未来投資会議という安倍総理を筆頭にします会議が開かれまして、その中で安倍総理からこの官民データ活用推進基本法のもとで、しっかりですね、2020年までを集中取り組む期間として、オープンデータについて必要な施策を推進していくというようなことが総理の指示として発言がございました。で、それを踏まえまして、内閣官房 IT 室、IT 戦略本部では、今年の5月にですね、オープンデータ基本指針というものを策定しました。その中ではですね、オープンデータの意義ということで、先ほど市長からのお話にもあったようにですね、国民参加、官民共同の推進を通じていろんな課題を解決していこうというようなこと、行政の行動化、効率化を進めると、行政の透明性、信頼性を向上させる、こういったことがこの基本指針の中に盛り込まれました。またオープンデータの定義として、営利・非営利を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの、また、機械判読に適した形で公開されたもの、最後、無償で利用できるもの、こういったものをオープンデータとして定義するということを明確にさせていただきました。で、合わせてですね、この3番目のところに書いてありますけれども、行政が保有するデータは原則公開するということを明確にするとともに、公開できない場合にあっては公開できない理由をちゃんと公開しようということも定めさせていただいております。
で、こういったその基本指針に基づきまして、政府におきましてはオープンデータに関する取り組みをさまざま進めております。最近では、下の矢印に書かれてあります、ちょっと字が小さくて恐縮ですけれども、行政機関が保有するデータの棚卸しというような作業を行っています。これは何かと言いますと、行政が、いろいろな手続きがございます。登録であったり、届け出であったり、報告であったり、そういった行政手続きでですね、どういうデータを国民の皆様から集めているかということを、現在、棚卸しの作業をしております。で、その集めたデータを、国の中でちゃんと活用しているのか、また公開をしているのか、公開している場合については、オープンデータとして公開しているか、こういったことを今、調査をしております。できれば12月中にですね、行政機関のその保有するデータの状況、棚卸しの結果、そのリストを公開しようと思っております。こういったリストの公開をなぜしようとしているかということなんですけれども、これまでも皆様方さまざまですね、こういうデータがあったら、こういう新しい事業ができるんだとか、新たなサービスができるんだ、新たなアプリができるんだということをお考えになるようなこともあるかと思うんですが、実際に行政がどういうデータを持っているかっていうのが分からず、なかなか考えても話が進みにくかったということがあると思います。で、それを解決するためというかですね、このデータの棚卸しを取り組んでおりまして、行政が持っているデータ、こういうものがありますよということを示して、それが公開されている、されていない、公開されている場合も、どのぐらいの頻度で公開されているか、どういうフォーマットで公開されているかということを示すことで、これまで表に出なかった潜在的なニーズも掘り起こすことができるんじゃないかというふうに考えております。で、こういったデータもですね、公開しながら、我々としては今後、下の右、右下の方に書いてあります、官民ラウンドテーブルというものを開催しようと思っております。こちらではですね、データを、公開してほしい、活用したいという方々と、データを持っている行政機関とか、同じテーブルについて、どういう形であったらデータを公開できるかといったようなことを議論する場ということを、そういう場を開催したいというふうに考えています。こちらに書いております、1月ぐらいにですね、観光移動という分野で、どういうデータが望まれているか、どういうふうなサービスが提供できるかといったようなことを議論する場を一度開催しようと思っています。第2回目、今年度中にインフラ防災・減災・安全・安心、こういった分野で、官民ラウンドテーブルを開催したいと思っております。で、現在、内閣官房 IT 室におきましては、民間企業の方々、シビックテックの方々からこういうデータをオープンにしてもらえないかといった具体的な希望を今募集しております。で、そういうのをぜひ、フォーマットを公開しておりますので、そういったものを提出いただいて、しかもこのラウンドテーブルという会議の場にもご参加いただいて、ぜひ行政側に対してですね、ニーズを伝えていただきたいというふうに思っております。次が地方公共団体によるオープンデータの取り組みの支援ということについてご説明をさせていただきます。官民データ法が公布施行されてからですね、政府においては官民データ活用推進基本計画というものを今年の5月30日に、策定しております。その中ではですね、この真ん中の丸に書いてありますけれども、平成32年度までに地方公共団体のオープンデータ取り組み率 100% を目標とするということを書かせていただいております。先ほどちょっと杉本先生からお話がありましたけれども、1788全国には自治体がございますが、現在オープンデータに取り組んでいる自治体数というのがここにあるように303自治体ということになっております。この数字を1788までにですね、我々は平成32年度までに、引き上げていきたいというふうに考えておりまして、そのためのさまざまな取り組みをしております。このスライドが都道府県別にオープンデータに取り組んでいるかどうかということを色分けしたグラフでございます。オープンデータに取り組んでいるかどうかということについての、定義というか説明なんですが、1個でも2個でもこれはオープンデータですよという形で
データを公開している自治体をオープンデータ取り組み済み自治体というふうに我々は判断をしておりまして、まだそういった形でオープンデータを公開していない自治体というものが現在都道府県で言いますと6県ございます。実は、昨月末、10月末にですね、石川県の隣にある富山県がオープンデータ取り組み始めましたということを言ってくださったので、急遽この図もですね、富山県を用意しました。残り6県、まだオープンデータに取り組んでない、自治体さんがあるということで、秋田県、山梨県、広島県、山口県、大分県、熊本県、こちら残り6県です。こちら今日のこの会議にですね、参加されている方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひ我々と一緒にですね、県の方々がオープンデータに取り組んでいただけるように、一緒に働きかけをしていきたいというふうに考えております。こちらが市町村のですね、取り組み済み自治体というものを色塗りした図でございます。まだまだ市町村レベルで一層取り組んでいる自治体は、少ないという状況になっています。しかしながらですね、富山県、石川県、福井県、こちらの方はやっぱりオープンデータ取り組みの先進自治体じゃないかというふうに我々考えています。かなり色を塗られてある自治体がありまして、この北陸3県としましては、今日も山田市長の話を聞きながら、この方の方々の取り組みによって、今度が進んできていただいているのを、実感したところでございます。政府におきましては、こういう自治体の取り組みを、推進するために、さまざまな支援活動ということをやっております。まず左側にありますけれども、ツールの提供ということで、自治体ガイドラインというものを、また手引き書といったものを提供したりしています。また地方公共団体向けパッケージ、後ほど説明しますが、こういったものを提供したり、あとオープンデータ100という、ベストプラクティスのようなものも公開しております。右側の方ですけれども、人材の派遣ということで、オープンデータ伝道士ということ、制度を我々持っておりまして、全国で8名の方々にオープンデータ伝道士ということで、オープンデータ伝道士として8名の方々を任命しておりまして、こういった方々にさまざまな自治体に行っていただいて、オープンデータの意義であるとか、どういうように進めればいいかということを、周知、啓発活動をやっていただいているということでございます。こちらが、自治体向けのガイドライン手引き書というものでございます。自治体の方々、いきなりオープンデータと言われても、なんでやらなければいけないのか、どういうふうにやっていけばいいのかということがすぐには分からない、分かる人がいないというようなお話がございますので、自治体の職員の方々向けにですね、我々の方でガイドライン手引き書というものを作っております。このガイドライン手引き書につきましては、昨年末の官民データ法の交付制定交付施行を、踏まえまして、現在改定作業を進めております。12月中には改定されたものを公表する予定でございます。次が自治体支援の一つのパッケージの、提供というものでございます。各自治体の方々がオープンデータを公開するためのカタログサイトというものを開設するために必要な、ソフトウェアを IT 室の方で、開発をして公開をしております。またそのダッシュボードというものも提供しておりまして、オープンデータを地図の上で重ね合わせて分析したり表示するというような機能を持つソフトウェアについても公開しております。こちらについては、オープンソースとして GitHub に GitHub 上で公開しておりますので、ぜひご活用いただければというふうに考えています。こちらがそのカタログサイトのダッシュボードの例でございます。昨年度、今年度にかけてですね、福岡市、久留米市といったところがダッシュボードというものを導入していただいております。また長崎県、京都府の方でもこのパッケージを導入いただいております。次がオープンデータ100というものでございまして、現在まだ100と言いながら36本ぐらいしかいいものを公開できておりません。ここにあるように、ナイトストリートアドバイザーであったり、イクナビといったような、オープンデータを使った具体的なソリューションの好事例というものを我々の方で取りまとめて公開をしております。
先ほどお話にも出てきたようなゴミ出しについても、チバレコです。チバレコについてもこちらで取り上げさせていただいております。我々としてはオープンデータを活用した好事例をどんどん増やしていきたいというふうに思っておりますので、いい事例があったらですね、ぜひ我々の方にご意見をいただければというふうに思っております。アーバンデータチャレンジで出てきた好事例などもですね、我々としてはこのオープンデータ100に追加していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。次が、我々の最近取り組み始めておりますという推奨データセットというものでございます。先ほど申し上げたように、1788ある地方公共団体のうち、300ぐらいの地方公共団体しか、オープンデータに取り組んでいただけてないという状況です。残り1500の自治体の方々にいかにして、オープンデータに取り組んでいただくかというのを我々は目を絞っておりまして、そういう中でですね、こういう推奨データセットというものを、策定しようとしております。これ何かと言いますと、これからオープンデータに取り組み始める自治体の方々がですね、どこから手をつければいいのか、どういうデータから公開していけばいいのかっていうのを参考になるようにですね、現在14のデータセットを、取り上げようとしております。でこちらに書いてある14のデータセットについて、こういう具体的なデータ項目をこういう形で記載して公開しましょうというようなことを推奨するデータセットでございまして、こういったデータセットをデータセットの例を公開することでですね、一つの自治体がバラバラにですね、バラバラな形でバラバラのデータを公開するよりは、全国一律の形でデータが公開されていくと、使う側にとっても大変便利になって、公開されたデータがより利用されるんじゃないかということで、こういったものを作っております。次の、スライドが推奨データセットのイメージでございます。左側、ちょっと字が小さくて恐縮なんですけれども、データの項目定義書ということで、こういうデータをこういう形で書き込みましょうということを説明する資料を作っています。右側がそれを Excel のフォーマットに落とし込む、入力していただく感じの Excel のフォーマットでございます。ちょっと戻って恐縮ですけれども、この推奨データセットにつきましては、12月中、年内を目途にですね、自治体にて、ベータ版として公表しようと思っております。で、またですね、これについてはデータセットの項目であるとか、変更等をですね、改善を進めていきたいというふうに考えております。で、この推奨データセットを今、検討中なんですけれども、この検討する中でですね、全自治体にこのデータセット、こういう推奨データセットを作ろうと思っているんだけど、どう思いますかっていうようなアンケート調査を取りました。そうしたところ、いろんなご意見があったんですが、推奨と言わずに強制してほしいと、これ出さないとダメだっていうふうに言ってくれた方が自治体としてはやりやすいんだっていうようなご意見もありました。ただちょっと地方自治というその中でですね、我々が強制するっていうのはなかなか難しいので、ちょっとそれは諦めたんですけれども、別の意見でですね、データを出せっていうけれども、そのデータが使われるっていう担保があったら自分たちもやりやすいんだというようなお話がございました。そういうお話がありましたので、我々の方が、いろいろな民間企業の方々にもちょっと、営業活動というかですね、意見を聞いてもらって、こういうそのデータセットが自治体の方から標準のフォーマットで公開されたら使ってくれますかっていうようなことをいろいろアンケートというかですね、直接ヒアリングをしまして、そしたら案外いろんな方々が、このデータセットすごいありがたいよっていうようなことを言ってくださったということで、その推奨データセットが公開されたらそれを活用しますっていうふうに言ってくださったアプリ例をこちらに掲載しております。その中には例えばさっき市長さんからのお話があったように、公衆トイレ一覧というものも推奨データセットの中には入れておりまして、心の中ではですね、ライブジャパンパーフェクトガイドという訪日外国人観光客向けのアプリの中でそういったデータも使いたいというお話をいただいたりしています。こちらがその、指定緊急避難場所一覧を使いたいというふうに言ってくださったYahoo防災ソフトでございます。
これまで役においては、その自治体さんに直接データをもらったりとかですね、自治体さんからもらったデータを自分たちで修正、クレンジング等をしてたということでございますが、推奨データセットという形でデータが公開されると、かなりその自分たちとしても容易にいろんな活用がしやすくなるのでありがたいですというようなことをいただいています。次がLINE JAPAN PERFECT GUIDE TOKYO ということで、こちらの訪日外国人観光客向けのアプリですが、推奨データセットについて、結構いろんなデータを使ってみたいというようなご意見をいただいております。ちょっと観光分野っていうのをなぜこう我々の推奨データセットの中で取り上げたかというと、やっぱりその自治体さんにとってもメリットがあるオープンデータっていうのは何かっていうことを考えたときに、ちょっと安直なんですけれども、観光などその人を呼び込めて、自治体、地域社会の方も盛り上がるんじゃないかというようなことで、推奨データセットの中に観光に役立ちそうな、ものを出させていただいております。最後ですね、オープンデータとは直接関係ないんですが、先ほど申し上げた官民データ活用推進基本法の中には、さまざまな中身が盛り込まれておりまして、例えば行政手続きのオンライン化を進めるであるとか、パーソナルデータの活用を、積極的に推進していくというようなことも盛り込まれております。それ以外にですね、マイナンバーカードの普及、マイナンバーの普及というものを積極的に推進していこうと。いうことが盛り込まれております。この中にマイナンバーカードすでに取得されている方ってどのくらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。実はですね、現在マイナンバーカードの取得数というのが大体、1300万枚ということになっておりまして、日本の総人口1億3000万の約 10% の方々が、マイナンバーカードを取得いただいているというような状況でございます。政府におきましては、民間の方々とも協力しながら、マイナンバーカードの、活用のメリットというものをどういうところで出せるかということで、ここに書いているようなことにさまざま取り組んでおります。例えば、税申告、e タックスの関係でも、マイナンバーカードを使うことでですね、少し簡単にですね、確定申告できるようになって、でその添付書類を省略するとか、そういったこともできるようになってきておりますので、そういったメリットをぜひご活用いただいて、マイナンバーカードを取得いただければというふうに考えています。最後お願いでした。引き続きオープンデータの関係の取り組みにつきましても、政府の取り組みを、ご支援いただけると大変ありがたいと思います。ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。皆さん、こんにちは。金沢工業大学の石川でございます。今日は非常にこういう素晴らしい会議の中で、させていただく機会をいただきます。本当にありがとうございます。今日私の話にそのものはオープンデータに直接つながるというものとはちょっと違うかもしれませんが、地域空間、いわゆる空間情報、これをオープンデータの親子といいますか、親戚といいますか、兄弟といいますか、切っては話せない状況でございまして、本学ではこの空間情報に関わる、かなりいろいろなプロジェクトだとか教育をしておりますので、その一端をご紹介させていただいて、何か将来銀行のチームと活動を一緒にできればなと思っております。で、先ほどちょっと どれぐらいの方が県外の方かというのをちょっと後ろを振り向いて手を挙げたと聞いたんですが、やっぱり半分以上の方が、県外から来られているということで、今日しかない 1,2 分で本格ご紹介をコマーシャルをさせていただきたいと思うんですが、本学はですね、ここにございますけれども、昭和40年ですね、大学が開館されております。50年以上経っておりますが、現在4学部14学科がございます。で、右下の方にちょっと小さくて恐縮ですが、日本地図がございまして、そこに数字が入っておりますけれども、今年の5月1日時点で、本学に通ってきている学生がどこの出身者かというのを書いてみます。
で、こういうと日大学と、まあ、石川県はもちろん多いんですけども、石川大学含めて3県を除きまして、75% は県外から集まってきてくれているという意味では、まあ、そういう意味では全国で、まあ、ふるさとへもし戻れば、そのアーバンデータ、コード4なんとかというところに活躍していけるような学生が出てくれればいいなというふうに思っております。で、規模的なものですけれども、現在、これも5月1日ですけれども、7000名超、これ学部と大学に合わせてですけれども、7000名超の学生がおります。だから教員の方は330名ぐらいの教員で、おります。やっております。で、その先ほどちょっとこう、地空間といいますか、その空間情報が絡みで、非常にたくさんのいろんなプロジェクトだとか、教育をやっているというのはですね、音楽の教育特徴として、その、いわゆる PBL、あるいは CDIO、まあ、CDIO というのはちょっとあまり気にならないかもしれませんけれども、プログラムベースラーニングというのを積極的に取り入れておりまして、例えば、このように見ていただきますと、大体大学の、紹介をするときには、ここは学科があって、学部があって、学科があって、どんな教育を基礎であって、専門であって、応用であっていくのかというのがこう出てくるところなんですけれども、音楽の場合にはこれ、プロジェクトデザインという、教育が1年生から4年生まで全学部、全学科で必須科目になっておりまして、いわゆるプロジェクト教育というものを中心にやっております。したがいまして、いろんなプロジェクト、まあ、ハッカソン関係とかですね、情報 IT 系、それからメディア情報学科というのもありますし、情報学科もございますので、そういうところで結構、この空間情報といいますか、そういうところに、まあ、興味を持つ学生が、増えるような、教育の仕組みを作っているというところでございます。で、問題なんですけれども、その今日ご紹介するのは、その中の一つにですね、空間情報プロジェクトという、実はこれ平成17年ぐらいから動いておりまして、もうかなり前から動いているものですけれども、これが産学官、民が入りまして、いろいろなプロジェクトが動いております。その中で、今日特に民の方が中心になってですね、出来上がったそのレーザー地上のレーザースキャナーというものの公共マニュアル、これがですね、今年の3月31日に国土交通省の国土地理院の方の公共測量作業規定の準則というののマニュアル制定にまで持っていくことができました。その背景をですね、これ実際は、市民といいますか、その民間の、方々がどうしても早く公共測量を、いわゆるレーザー測量を公共測量で使いたいと、つまりここで言うとオープンデータとしてこう使いたいんだけども、公共測量の作業規定に入ってないものですから、いわゆる公共測量使えないわけですね、民間の通常のデータでしか使えない。そういうことでですね、ここに映っている方々、これ民間企業9社ぐらい入っている。で、学生と、それから私もいますし、いろんな産官学部が入りまして、マニュアル作りをやって、今年の3月31日に公開されたということで、その経緯をちょっとご紹介したいなと思います。で、その前にですね、空間情報プロジェクトっていうのは、先ほど言いました平成17年に、本学で空間情報というキーワードで研究をやっている先生、3人なんですけども、その方たちが集まって、研究室で閉じ込めてやっているよりも、なんかお互いに共同に情報交換しましょうよというようなことでスタートしたんですけども、その同じく、研究室ごとに今日は研究室で公開をしても、お互いのですね、学生同士が発表しても、あまりこう外向きではないので、じゃあこれ、せっかくだから空間情報の中身を外向けに、発信していこうということで、子どもたちへのいわゆるサイエンスセミナー、例えば GPS とか GIS だとか、リモートセンシングという、そういう技術をですね、その子どもたちに、教育しようという、そういうプロジェクトがスタートしました。これ、平成20年です。で、それにですね、さらにじゃあ地域の企業の方にも入っていただいて、いろいろ空間情報で悩みを持っているとか、いろんな研究を一緒にしようというようなことをこうやり始めたのが21年になります。
で、そのあとですね、導きが打ち上がったり、その地上レーダーというのは、大手でも盛んに使われるようになったりして、それでだん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 、規模がちょっと大きくなってきたという経緯がございます。で、これはあの平成21年当時に、こういう目的で交換情報プロジェクトでやってるんですよということで、いわゆる市民の方とか、野主からの方、それから民間の方、そういう方にこういう目的でやってますということでご紹介した例です。ですから、だいぶ古いんですが、21年当時のものなんですけど、要するに最終的には、3の方ですけれども、いわゆる共同研究をして、社会人の博士号まで取っていただきたいというようなことを目標にしてやってますよということで、この民事大使さんですけど、本学がハブになって、地域住民とか地元企業の人たちと一緒にその空間情報というキーワードでいろいろやっていきましょうということでスタートをいたしました。でこれは現在、この空間情報プロジェクトの中にあるワーキンググループでございます。今日は主に一番上のこれを紹介するということで、一番上に書いてございますが、別にこれは順列がどうということでございませんでして、こういう5つかなのワーキンググループが今動いてます。で、これはちょっとご紹介します。で、実は空間情報センターというのを実は毎年5回、開いております。奇数月の第4金曜日の午後2時なんです。で、お考えください。奇数月の第4金曜日の午後2時というと実は今なんですね。で、今私の状態で、同時刻同進行で空間情報センターをやっております。私実は代表者なので本来そっちに行くということなんですが、今日主催されている関本先生も実は昨年、この空間情報セミナーで講師で、お話をいただきましたし、福美島さんは今年の7月に、ですね、お話をいただいたということで、結構そういうこのプロジェクトの空間情報絡みの方が、この空間情報セミナーで、お話をいただいているということになります。従いまして今日私これが終わりましたらいろいろお話を聞きたいところなんですが、またそちらの方に交流をするということにさせていただくということになります。それと先ほど言ったカメリアキッズがあります。それからビム新聞のワーキンググループというのも今立ち上がっております。それから音風景と音の空間情報ということで、これ建築で音を専門にしている先生が、リーダーとしてやっております。それからこれ徘徊の時刻情報というのも、これ GPS のローカーを使ってですね、いわゆる徘徊老人の位置情報の特定を投資費用5000円でやろうという、そういう目的でやっているプロジェクトでございます。で、今日一番皆さんに、ご紹介したかったのが、その地上レーダー計測のマニュアルワーキンググループということで、これは先ほども言いましたように、公共測量作業規定というものがございまして、この作業規定の中に入っている道具だとか方法を使って、やれば公共測量として公開できるわけですけれども、残念ながらその地上レーザー計測、これ3次元で、ご存知の方多いと思うんですけども、3次元でデータが取れるわけですけども、民間の一般的な利用としてはかなりこう使われているんですけども、この公共測量では残念ながらそのマニュアルがないものですから、使えないということで、これはですね、もうやめて8年くらい前ですけども、先ほどのプロジェクトが立ち上がったときに、この機械を持っている会社の方たちがたくさん参加してまして、なんとかこうマニュアル作りをしたい。で、マニュアル作りをするときには、いろんな機械を持ってきて、同時刻、同時密に、同時物体をこう測ったりしなきゃいけないわけです。マニュアルを作るためには。ところが、リエクストーハの会社ばかりですから、なかなかそういうお互いにじゃあやりましょうかということはできないということで、じゃあぜひ広大さん、金田広大さん、いわゆる箱になってみんなに声かけて実験やらせてくださいよというような話がありまして、それで実験をスタートしたということになります。で、経緯はここに書いてございますけれども、6回実験をやりました。で、これもかなり最初はなかなか難しかったんですけども、小規模なものから大規模な実験まで、かなりやりまして、ここに書いてある通りですね、今年の3月に、レータースキャナーの公共マニュアルが制定されました。
で現在そのマニュアルに沿って実際に実験データをたくさんの調べで、ね、あの実験をやっておりまして、でこれでですね、あの、まあ、今年度中に自民党の、まあまあ、マニュアルはもうできてますのでそれを使っていただければいいんですけども、その中身の問題点について今検証しております。でその公共測量作業規定のマニュアルにのっとって今、まあ、白峰村の、まあ、白峰町全域をこれで取ってますので、いわゆる 3D のまあデータが、まあ、公共測量として取られるということですから、これオープンデータ化することはもう可能だというふうに思います。でこれはつい、先月ですね、10月の5日にそのマニュアルにのっとって実験をやっているところでございます。レーザー計測器というのはですね、実は非常に高価でございまして、1台ですね、数千万円するものですから、家が一軒建っちゃうという代物でございまして、まあ、本来こういう実験を大学でやるときには、いろんな機種を集めてきて、大学でこうそれを、まあ、検証するという形にすればいいんですけれども、9種類も10種類もあるもので、1台3000万するもの、10台揃えると3億、その投資で待つものを買うだけで、それだけのお金が必要になるということで、それでは持ってる人に大学へ来ていただいて、一緒に実験しましょうということでやりまして、まあ、論文なんかもいくつか出させていただきましたけども、まあ、そういう形でやっております。まあ、こんな感じでですね、右下の方は学生がですね、一緒に、これ私研究室の学生ですけども、学生が一緒に協力をして実験をやっているというところでございます。でもう一つはこれ実は終了したんですけれども、まあ、水引きが打ち上がった当初ですね、打ち上がった本当に当初にいわゆる本当に水引きのいわゆる補強信号というのがうまく取れるのかどうかというようなことを同じく地元の企業、まあ、これは高速測量系の企業の方に入っていただきまして、一緒に実験をいたしました。まあ、これはもうすでにご存知のように10月10日で予約がありまして、もう通常状態になりましたので、現在はこれは実験を取れませんけれども、その打ち上がった当初はですね、まあ、SBACというところから依頼を受けまして、いろいろな実験を行ったということもございます。この時も8社か9社ぐらいの測量の会社さんが一緒に協働をしてやって実証実験をやりました。それからビムシムのワーキンググループですけれども、これも建築の下川先生という先生がワーキングリーダーで開始をしておりまして、まあ、ビムとかシムご存知だと思いますけれども、これも非常に有効な3次元のデータが取れて、いわゆる設計施工から管理維持まで、一括して3次元データでやろうという話でございますので、これが今活動をしております。で、まあ、これちょっとあれですけど、今日は私がこっちに来てるもんですから、その下川先生が向こうの方の司会進行をしていただいているということでございまして、まあ、これも企業の方が結構入って今やっております。でそれからこの徘徊予防事故講習という、これも私の方のやってるんですけども、先ほど言いましたように、まあまあ、こう少子高齢化社会で、まあ、徘徊の方の事故なんか多いものですから、まあ、これもですね、いろんな民間の企業が、その位置情報を獲得するためのツールを作っておりますけれども、まあ、結構通信費がかかるとかですね、初期投資がかかるということで、なかなか難しいところですけれども、我々の方は、まあ、5000円程度のロガンを1個買っていただければ、あとは全部家庭内で処理できるというようなことについて、今、地元の医師の方と、これでこの間、野々市市、金沢市さんからも来ていただいて、福祉系の方ですけど、まあ、どういう方策であったらいいだろうかというようなことを協議をしております。これは空間情報セミナー、今年度の空間情報セミナーのプログラムでございまして、今日はここでやっております。14時から11時30分までということで、今日は2人の方と、各研究室の学生が発表するという、スタイルでやっております。
現在本当に現在進行形でございます。で、まあ、そういうことでこの空間情報プロジェクトで一応マニュアル化をするというところはもうできましたので、その次にここをもうちょっと進化させようということで、そこでですね、先ほど見ました西田アメリカの方で、今データ取り終えまして、それをいろいろと、まあ、都市基盤データの、まあ、データベースにしてですね、その上にいろんな都市プラットフォームだとかアプリケーションだとかっていうのをその作っていこうという、まあ、これは私立大学プランティング企業というのが採択されましたので、まあ、その予算を使ってやっております。このレイヤー123ってあるんですけども、今年度はこのレイヤー1としてとにかく都市データを全部3次元で取っちゃいましょうと。でそれに対して都市のプラットフォームその上にいろんなものを載せていって、さらにその上にアプリケーション、ひょっとするとこのコード4あるいはアーバンデータの関連でいくと、このレイヤー3ぐらいがいろいろこう応用ができてくるんじゃないかなと思います。今のところは1年ごとに進めていくつもりで、これは5年間のいわゆる補助金になっておりますので、まあ、全体で5年間計画でいってますけども、とにかく今年はまあ1年目ということで、とにかく3次元データを全部取ろうと、いうことで取り終わって、いるというところです。でこれもちょっと余談ですけど、今日の午前中はそのデータを取った人たちが本学に集まってきまして、これは会社の方と学生ですけども、で取りこの先月取り終わったばかりなんで、今日午前中に、データはどうだったかということをこう打ち合わせをしていたところでございます。でちょっとこれは繰り返しになりますが、そのいわゆる都市インフラ層、これを3次元のデータで全部収集して、まあ、今後のうちプラットフォーム、その上にプラットフォーム、その上にアプリケーション、こういうことになっています。で、公共測量の参加に来てのマニュアルにのっとって、データを取りましたので、これは公共測量としてものデータとしても、まあ、使えるということになりますから、まあ、オープンデータ化ということは可能であるというふうに思います。まあ、オープンデータ化するかどうかちょっと分かりませんが、いわゆる公共測量と我々に準じて取りましたので、まあ、そういうことにおそらくなるだろうということでございます。まあ、これはその時の実験の様子でございまして、これも先ほどと同じですけども、ブランディング事業というものに取りまして、調べ認識のレーザー計測、右側にちょっと地図が出てますけれども、まあ、これくらいの大きさの領域のところで撮ったということでございます。これはその撮っている時の、様子で、ございます。でもう一つはですね、地方版 IoT 推進ラボというのは経産省の方でやっておられまして、今年の6月ですかね、白山市の方で、この地方 IoT 推進ラボの方の、まあ、認定がありまして、この発会式を行いました。これは全体の写真ですけれども、黄色い丸印をつけているのが、我々の空海情報プロジェクトのメンバーの徳永先生なんですけれども、一応徳永先生の方はこの白山市 IoT 推進ラボの代表と。ということで本学から参加をして、認められて今動いているということになります。で、あとこれはですね、ちょっとコマーシャルの半分近いですかもしれません。その白峰地区になぜ白峰を選んだのかというと、実は来年の2月に、白峰地区に新しいキャンパスが、本学の新しいキャンパスができまして、まあ、これ国際高専っていうんですけども、まあ、本館キャンパスができますので、まあ、学生たちもたくさんここへ、行くということもありまして、その白峰地区というのを、まあ、選んだと、場所的にはそういうものを選んだという理由も一つはございます。でその他ですね、金沢市の野市さんからいただいたいわゆる事業としてのこのテーマ、空間情報に絡むようなテーマも入っております。全く違うテーマもございますけれども、自治体が取り組んでいただいて、自治体からいただいたテーマで、学生が先ほどのプロジェクトデザインというものを使っていろんなプロジェクトをやっていくというもの、それから人工間 ICT ドライラグプルというのは今年4回目だと総務省さんの関係のやつですけれども、これで去年と一昨年、本学のそのチームがグランプリを獲得をしております。それから金沢星野ラリーというのは今年、やりまして、これも入選したというふうに聞いております。ちょっと簡単にご紹介しますと、
金沢市さんの方から今年度はですね、ここにあるようなこのテーマをいただきました。でこれ実際にですね、写真の左下はですね、あの市役所の方に大学に来ていただきまして、そのテーマ説明をしております。まあ、あの必ずしもあの時空間といいますか、あの空間データとは関係がないということもあるかもしれませんが、例えばその高齢者の交通安全だとか、体の用水障害前だとか、水害に強いまちづくりというのは、これは時空間使わないとできない話でして、ベースにはそういうものが、絡んでいると思います。で、いろいろ、まあそういう学生がプロジェクトとして、取り組んだテーマを、この右側の下の右側の写真はあの市役所の方に向いていって、直接あのこういうあの説明、こういうことを考えましたということであの説明をしているものでございます。で、私ども大学の野々市にはございますので、野々市からも実際のテーマを、こういうふうにたくさん提供していただきまして、やっております。ではこれはですね、あの時空間クライアントコンクールで昨年、一昨年、最優秀賞をいただきました、コンビニアンプレアということで、要するに、傘にですね、あの位置情報を取れるようなロバーかなんかをつけて、それで、雨が降った時にどこへ人が移動しているかということをこう解説しながら、その街の中の観光だとか、雨の時はそうしたらいいか、そういうことをこう考えるという提案でございます。これがあのグランプリを一昨年取りました。で、去年のはですね、ごめんなさい、先ほどのが去年です。で、一昨年はこの賢いバスでって言って、野々市ノッティというワクチン、あのいわゆる、バスなんですけども、そこ のバス停にですね、バス停がいわゆるいろいろな会話をできるとか、スマホで対話できるという、そういうようなあの提案でございまして、ね、これについても一応グランプリというのをいただいたということでございます。それでこれがそのちょっと様子ですので、これはあのどういう仕組みになっているかというので、これちょっと担当の先生からあの絵をいただいただけなので、私は十分に理解はしてないんですけども、まあ、バス停ですので、あのいわゆる 町のコミュニティバスですから、バス停は結構たくさんありますので、まあ、そこを通過することによって子どもの安心安全見守りにも使えるとかですね、まあ、いろいろなこうあのお話ができたことができるという提案だったそうです。というかこれはですね、金沢星の花ラリーで伊沢ある研究室が、出されたものですけれども、まあ、こういうようなものもなんかグランプリを取って、来年と今回、全国大会にね、なんかそういうのはあるというで、最後の時間があまりないので、ちょっとコマーシャルをさせていただくので恐縮なんですけども、まあ、こういうような学生がですね、あの本学ではプロジェクトデザインといういわゆるそういう教育を非常にあの中心的にやっておりまして、それ の, あのいわゆる世界標準であるという CDIO という教育方法があるんですけども、それに関するあの世界大会を日本で初めて、アジアで初めて来年金沢本学で開催することに決定をいたしました。まあ、昨年これあのエントリーしてプレゼンして、まあ、一応合格したということなんですけども、で来年の6月にこういうのがございます。で、まあ、もしもご興味があればですね、まあ、どういう、教育をやっているのかということで、興味があればですね、あのかなり世界各国からやってきてくれますので、一度これはテーマでございますけども、一度あの、まあ、興味があればということで、ご参加いただければありがたいかなと思います。あのウェルカムパーティーはあの県の県50件長い、ウェルカムパーティーをすることになっておりまして、今のところですね、おそらく400名近い、参加があるんじゃないかなというふうに、感じておりまして、こ、50件長いが2回と3回全部2回と2回というのかな、全部バンドスワンで大変なことになるんじゃないかな、ちょっと恐怖もあるんですけども、まあ、あの非常に人気がある状況になります。で最終日は先ほど言った、白山キャンパスの方で会話をという予定にしております。学長工場がウェルカムというふうに言っておりますので、ぜひお越しいただければというふうに思います。非常に早口になって最後にはコマーシャルに入れさせていただいて恐縮だったんですが、本学で、
時空間に関連してですね、少しご紹介をさせていただきました。どうもご清聴ありがとうございました。お三方からご講演をいただきまして、改めてご講演いただいた演奏をご演者の皆様に大きな拍手をいただければと思います。プログラムは、続いて第2部に移ってまいります。第2部は、祖母で、行いますので、一旦10分間ほどの休憩を挟んで15時から、第2部の開始とさせていただきたいと思います。第2部は外で、行いますので、ちょっと貴重品だけ手元に持っていただいて、荷物はここに、お席におたままで構いませんので、15時には皆さん外に集まっていただく、ここの会場の外に集まっていただければと思います。よろしくお願いします。すみません。誰かバックの V1 で変換できた、ね、あ、ありました。素晴らしいです。あ、すみません、こちらの、すみません、いろいろやりたいと思います。 LT の時にお借りしますね。今日もセクシーな下に回路なんですけど、ありがとうございます。はい。